東京都が、このほど作成した防災ブック、東京防災、を、ご存知ですか？首都直下地震等の災害に、対する備えが万全となるよう、日頃の備えや発災時の、対処法などをわかりやすくまとめた本です。都内各家庭に、9月1日から順次配布されている一方で、ウェブ上でも内容が公開されており、ネットユーザーの間で、内容が、ガチ、役に立つなぁ、どこに、住んでても見て損は、ないといった反響が広がっています。東京防災、第1章、イラストで、発災時の注意点をわかりやすく、紹介、東京の地域特性や、都市構造、都民のライフスタイルなどを、考慮して防災情報がまとめられているのですが、住む場所に関わらず、役に立つ情報も多く、掲載されています。また、イラストを多用してわかりやすく、情報がまとめられているのも、特徴的。シンプルな絵柄で見やすい一方で、震災時の危険性がしっかりと、伝わってくるように書かれており、こうした点もネットで好評のようです。本の内容は大まかに、1、大震災シミュレーション、地震発生の、瞬間から避難、復興までをシミュレート、2、今やろう、防災アクション、今すぐできる災害の、備え、3、その他の災害と、対策、地震以外の東京に、潜む様々な災害と対策の、解説、4、もしもマニュアル、災害発生時に、役立つ知恵や工夫をイラスト付きで、解説、5、知っておきたい災害知識、災害に、関する知識のまとめ、6、漫画、東京 X デイ、川口海事氏オリジナル漫画、で構成されており、冊子すべてを合わせると約300ページというボリュームです。発災時にどう身を守るかといった情報は、もちろん、大震災発生後の物資の、少ない状況の中でどう生活するかといったサバイバル知識も、紹介されています。川口海事さん作の漫画まで、掲載するなど、幅広い市民に興味を、持ってもらおうという制作者の、姿勢が感じられますね。